はい、皆さん施術、ご苦労様です。えー、とさっきね平田さんから質問いただいた、えー、このおそらく内出血っていうのはこの爪の中にできることだと思うんですよね、えー、そういう理解で今からですね、えー、その対処法っていうのをね説明していきたいと思います、えー、おそらくですねその平田さんがおっしゃってる中に、えー、爪の中に内出血ができるっていう方はですね 眉曲げ指でこういう方向に力を入れるからこの爪とね、えー、お肉がこう広げられて爪とお肉がぐーっと広げられて中が、えー、内出血してくるんだと思うんですよもう一回いきますよこうこういう方向わかりますかね 今、力は、指曲げてるんですけど、こう入っているんです。こういうふうにね。じゃなくて、この第一関節のこの曲げる力ありますよね。この曲げる力。この曲げる力で、押し込むと、この爪とお肉っていうのは広がらないんですね。爪とお肉がぐーっと、 ひっつく方向に力が入るんですもう一回いきますよ。第一関節で、こう押し込むんです。当てて、ぐっと。大げさにあるところです。当てて、ぐっと。こういう力。こういう力を入れると、爪とお肉がパカーって広がることはないんですよね。でもう一回悪い方向いきますよ。 こう曲げたほ曲げた圧のままあ、曲げた圧じゃなくて、その曲げ指のまま、こういう、こういう方向を入れてしまうと、ぐーっと、こういう方向ね、ぐーっと入れちゃうとですね、爪が広がりますよね。正しいのは、こういうことです。こういう入れ方、ね。一回これで試してみてください。で、これで、えー、まだダメだったらまた教えてくださいね。はい。以上です。